かりんさん推しの方もありがとうございます。めっちゃ爆睡してた、びっくり仰天です。汗かいたわ今ので。寝落ちしてました、思いっきり寝落ちしてた。ありがとうございます皆さん。あのね、パッパッとちょっと何グラのね、このあれを考えたいんですよね。そう、スピなんですよ。なんで起きれた？ケイトからの LINE で起きました。ピンポンって起きて、で起きたのが10分ぐらい前だったんですけど、放心状態でした。ちょっとやばいと思って、そっから急いで用意して、おはようございます。なので今はケイトと、何このバーコードみたいな髪の毛、ちょっとイニスフリーの粉塗っとこう。あのイニスフリーの粉塗ったらね、バーコードがあるので、ケイトとカリンさんからのピンポンピンポンっていう立て続けのね、あの私の大好きな方からの、あのお二人のね LINE で起こしていただきました。焦った、マジで寝坊したかと思った。でもあまりにも爆睡しすぎて、でも言うてな、寝たの20分ぐらいやねんやん。でもあまりにも爆睡しすぎて1時間ぐらい寝たと思って、未来やばい、やってもうたって思って、やってもうたって思いましたね。もう配信すっぽかしたと思った、何ぐらい考えなあかんのにって思って、ありがたいです、大好きな。ちょっとね、まあ一旦何ぐらいを考えていいですか。めっちゃ汗かいた、今はちょっともうクーラー入れちゃいましたよ、熱くて。ちょっと何グラを考えますね、とりあえず。私何やったっけ、うわー、何やったっけ、秋のマスコットキャラクターですよね。大喜利でも何でもないな、マスコットキャラクター考えればいいんやろ。で未来のここに今机がないということで、今から椅子を引っ張り出す。よし、あ、これがね今日のあれです、私のペンたちでございます。あれないな、よしよし、ここの勉強、よし、うん、こんばんは。じゃとりあえず書きますね。どんなんがいいんやろ、むずいねんけど、めっちゃ。とりあえずこれでちょっとなんか、うん、こんな感じでいいや。こんばんは。大体の案は考えてるの？なんか派手にいった方が TKG 狙いやすいかなって思って、なんかとりあえず人とは違うことしたいかなとは思っております。そこだけですね、考えてるのは。未来マジで絵下手くそやから、とりあえずルズリーフに書きますね。じゃあもうね、何だっけな、 NLB の秋のマスコットキャラクターですよね。じゃあ、何がいいやろ。 TKG ありますよ、この前と景品一緒やねんな。え、マヨネーズ製造マシン、え、そうなんですか。私マヨネーズあんま食べれませんよ。え、違うんや、あ、違うんや、マヨネーズを製造すんの、すごくないですか。え、他は一緒ですよね多分。え、マヨネーズか、あ、そうなんや、そら知らんで。え、全然ちゃうやん。あれ、未来が見た時、あ、前回と一緒なんやんって思ってたけど、あ、教えていただいてよろしいでございますか。あ、全部ちゃうんや。なになに、1位が人気タブレット型ペン型デバイス、めっちゃいいやん。2位配信に使えるホワイトボードセット、1位やな、これは1位やね。タブレット狙いましょう。タブレット持ってるけどペン、いや、タブレット持ってるからな、タブレットいらん、いや欲しいな、うん、ペンは欲しいな。
タブレット、いやちょうどね、あの大きいタブレット、ホワイショールームユ、何なんそれ、すごい。まあとりあえずちょっと1位3位める、ちょっとマヨネーズそんな食べれへんからな、あのちょっとあのマヨネーズそんな食べれへんから、とりあえず1位2位狙いでいきます。どうしようかな、じゃあもうさ、ここ一面になんか書いたろうかな、もうめっちゃなんか残るように、むずいんやけど。新しいタブレットなんや。じゃあもうとりあえず、なんやろ、何やったっけ、ナンバらしいやつですよね。タブレットめっちゃいいやん。なんか全然タブレットって、もう誰が契約してんねん、タブレット、それタブレットって契約とかありますよね、マネージャーさん契約、すごいありがたいですね。年でびそなさせてもらってありがとうございます。ネズミのマスコットキャラクターを考えよう。なんやろな、 NNB のマスコットキャラクター、あ、セントくんみたいな感じで、なんやろな、セントくん、NNB と言ったら、いや、セントくんとかは変か、なんやろな、契約は自分でするのか、それはちょっとわからんな。奈良といえばセントくんみたいな、山梨県といえばふなっしーみたいな、なんかネバールくんみたいな感じですよね。セントくんって何だよ、ネバールくん、そばちゃお茶感出したいです。ひょうひょうかけるかな、まあ、気合と根性と感謝を胸に書くしかないか。でちょっと一回、みんな評価いてるんや、なんかたこ焼き頭の中で、ふなし千葉なんや、山梨県やと思ってた、なし、あ、そっか、でも NNB か、なんやろな、 NNB といえばかわいい、面白い、わあ、カニとか、それちょっとでもユーミンさんに失礼か、あ、ユーミンさんお誕生日おめでとうございます。なんやろな、金子さん書いときますかどんなんやろな、たこ焼きとか、でもたこ焼きおこく書いてたよな、ミラコといえば、ミラコといえばかわいい、面白い、確かに個性が強い、確かに、でも明るい方がいいですよね。皆さん NNB といえば何ですか、それはちょっと取り入れるわ、あのちょっと、うん、それ全部取り入れて虹書きます、それちょっと、はい、教えてください、全部書きます、ちょっと全部は厳しい花粉症、ウソピョンです、花粉症は一緒です、間違えた、花粉症は一緒じゃない、花粉症です私は、でも今は花粉症じゃない。金子さんとたこ焼きですか、じゃあ書いていきますね、金子さんの似顔絵描けばいいんですよね。未来そんな絵心ないからな。金子さんに、ちょっと待って、ちょっと待って。ダメや、追いつけへん。あ、あれにする？メンバー
今のなんかで思い浮かんだけどさ、メンバー全員のさあれ書いていきますか、似顔絵書いてイエーイにしようか。うん、それにしよう。うん、なんか凝ってる感出ていいやん。でそれをなんかたこ焼き、うん、たこ焼きでこう丸くくくっといたらいい。そうしようか。うん、それにしよう。結構時間かかりそうやな。それどう思いますか皆さん。これは皆さんとね作っていくものやから、まあちょっとまあ設計図で言ったら今41人かな、41人おるから、ちょっと待ってくださいね。でこう書いて、うん、こんな感じかな。うん、こんな感じ。はい、めっちゃ雑。あ、たこ焼きのなんとかを、あ、確かに、あー、そっか、キャラクターか。うん、キャラクターか。あ、それで、あ、わかったわかったわかった、あ、わかったわかったわかった、キャラクターにすればいいんやろ。これでなんかさ、じゃあ表の上に、ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあトラやったっけ。41人なんかすぐですよ皆さん。こう載せればいいや、こんばんは、こう載せればいい。あ、わかったわかった。どんどん新しいや思い浮かんでくるわ。こう表を書いて、これ表ですよ皆さん。表を書いて、これなんか日本地図みたいなの見えるでしょ。でも表、これ表を書いて、こう表柄になんかメンバーの似顔絵描けばいいんですよ。でマスコットキャラクターメンバー、NNB くんみたいな、まあ、名前は後でいいや。ちょっと待って、こんな感じ、こんな感じ、皆さんどうですか。ちょっと皆さんの案も入れてみたっちゃ入れてみました。あ、そう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 、全員かけますよ。こんばんは、どう思いますか。いいと思うねんけどな、未来いいですよねこれ。どう思いますか。41人分皆さん書くのを見届けていただくかの、いただく、いただかなくちゃいけないですが、いいですよねこれ。どう思いますか。めっちゃメンバー愛に溢れてる。ん、待って待って、コメント止まったんやけども。じゃあ皆さんのコメント来るまで用意しとこう。大変、長い戦いになってくるからな。全員の特徴があったらなかなか厳しい戦いになってくるな。私も文化祭の準備あるから嬉しい。あ、よかった。フォローしました、ありがとうございます。これでいいですか皆さん。ちょっと、まあ、これでいいかどうかね、ちょっと今、まあ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 判定しみたいな感じで、とりあえずタブレット取ってきますね。ちょっととりあえずメンバーの顔見やなあかんから。タブレットはどこだ。あった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 、よいしょっと。いいですかこれで皆さん。うん、たこ焼きじゃないですよ。こんばんは、みなさん、みなさん、ダメなのこれ、いいの、ダメなのこれ、どうなの。
みなさん、ダメなの？これいいじゃないの。あ、劇場からタブレット。なんでしてんの？タブレット忘れたこと言ったっけ？ミラ、こんばんは。一回書いてみて。それはダメですよ。絶対それになりますよ。絶対大変な戦いになるんやから。メンバー、こんばんは。一回書いてみては面白いですね。なかなか厳しいです。それはハサちゃんとのインラインで言ってたよ。あ、よかった。盗聴器でも仕掛けられてるのかと思った。なんか変なの。似顔絵のクオリティ次第。めっちゃいいですよね、似顔絵。ダメですかこれ。金曜日のフロンティア入ります。お待ちしてます。ダメこれ。皆さんダメでしょうか。かけまして。うん、あ、そんなガチの似顔絵じゃないんですよ。ミラコクオリティの似顔絵になってきますよ。似てるか似てへんかはそれは言わんといてほしいな。こんばんは皆さん。皆さんの返信待ちでございます。こんばんは。皆さんはね、未来のことを心配してくれてるんよね。でもね、いける気がするんだ。いける気がします。無謀な挑戦になってきて、これで1位2位3位に入れへんかったらめっちゃ悲しいけどね。はい、皆さん多数決です。これは今のところダメが多いですね。お元気ですよ。あ、せやね、アンケート取ろう。これ決まらんわ。これ何で無理って決めつけるの。それがちょっと嫌だな。未来は、はい、1番が、はい、賛成。2番がダメ。1番が賛成で2番がダメです。決めつけるのは嫌いだな。それはみーちゃん悲しい。ただメイクね。はい、さあどっちが勝つのか。うわ、もうちょっと待とうかな。22分になるまで待とうと。はい、22分になるまで待ちたいと思います。あと20秒。あ、もう投げてはらへんな。切っていいかな。あ、でもあと5秒待ちます。5、4、3。あ、お、来た。あ、22分、もうすぐ22分。あ、22分終了。お、賛成が 64%、 反対が 35%。 はい、賛成が多いということで私は変えていこうと思います。皆さん見届けてください。時間がかかると思うので、パッパと変えていきます。皆さんもこういうのはね、時間との戦いなので、そんなんね、もうパッパと終わらせます。誰だと思ってるんですか。 iPad 欲しいです。とりあえず下書きを書きますね。頑張りますね。みんな絵ほんまに苦手やからさ。でもミルさんはね、もっとメンバーがいるときに書いたんですよ。かわいい感じがいいからね。
よし、これがトラです。見えるかな、これがトラで、ここに入っていこうと思います。よし、ちょっとね、もうちょっとでかく書いてたんちゃんと。何人いるっけ今、人数41人ですよね多分。1234567530311あ41人です。ん、トラじゃない、ヒョウか、ヒョウ、トラ、分からへん、まあいいか、とりあえずヒョウを描いて、よし、ヒョウです。ヒョウを描いて、とりあえず描いていきます。よし、とりあえずヒョウ描きますね皆さん。これでね、何も取れへんかって、もうこれ言う、頑張ったって、はじめまして、はじめまして、頑張ったっていう証拠がいい、頑張ったっていうのが景品ですよ。よし、ええこと言った。ちょっと猫さんみたいなのなるけど、いっか、よーし、ビューン、よし、書けました。うん、ひょう、ひょう書けました。ひょう書けたので、ここにとりあえず41人分書けるスペースあるかな。ここ4列4列41列1列で10人書いていきます。はい、あいう順で書いていきます。まずワカポン、ワカポンは、とりあえずワカポン、ワカポン、とりあえず今日は行けるところまで書いていきます。ワカポン、ワカポンはねこの頃髪の毛が長い、でも一人に時間かけてたら最後の方ダメになっちゃうから、よし、かけた、わかな、かけた、わかな、はい、次ユーミンさん、ユーミンさんは、カニ描いたら怒られそうやから、とりあえずスーパー未来の好きなユーミンさんの髪型を描きます。ユーミンさんは、ショートが私は好きです。ユーミさん、ちゃんと3は書きます。はい、私はユーミンさんのショートが好きなので、ユーミンさん。はい、次アーノン、アーノンはね、可愛いんですよ。アーノンは結構ロングです。アーノンお目目がね、もうピラッてしてるんですよね。でこの頃ちょっと前髪が薄くなってきました。でもまだバブちゃん要素はあります。アーノン、アヤノン、あやの、はい、あやの書きました。次、あ、みきさん、あ、今ね宣材写真見てます。みきさんは確かにこの頃ね、ハーフツインをしてはるんですよね。
よし、じゃあハーフツインのミイキさん、ハーフツインお気に入りなのかな、ミイキさん。ミイキさんもね、お目々も顔も細くてね、モデルさんみたいなんですよね。ミイキさん、よし、ミイキさん炊くのめっちゃ早いやろ。おここ、次おここ。おここはね、結構前髪重めなんですよ。重い前髪で、昨日はね、あのストーリー、インスタのストーリーにお餅をあげ、お餅のね、あの写真を載っけたら反応してくれました。知れてまって言って。おここおここ、はい、おここかけました。次レナタン。レナタンはね、髪の毛がバブちゃんなんですよね。まだレナタンは。でもこんばんは。ちょっと皆さんの、あ、じゃあ皆さんのあれします、なんかお悩み相談しながら書いていきたいので、皆さんちょっとなんか些細なことでいいので、なんかちょっと送ってくださいよ。皆さん見てくださってるかな、こんなしょうもない配信。レナタンはもうツインテールが一番似合うので、ツインテールを書いておきます。レナタンの目はこんな感じかな。よし、レナタン、うん、はい、レナタン彼女ができません。あのね、未来はね、これずっと言ってるんやけど、彼女を作りたいと思ったら彼女ってできないらしいんですよ。次ゆうかさんが来ますね。なんか彼女が、別に彼女なんかいらんわって思ってる時に彼女ってできるらしい。だからなんかそう、真摯に生きてたらいいと思いますよ。私はゆうかさん大人っぽいんですよね。大人っぽくて、もう女性のオーラが漂っております。最近寝つきが悪い。なんか枕とか、あ、なんかベッドの質とか変えてみたらいいと思います。なんかそう、ベッドってめっちゃ大切やと思ってて、あと寝る環境とか、あとその日ちゃんと動く、運動するみたいな。はいはい、うかさん、うかさんです。今日カレー屋辞めたいと店長に伝えました。マジ、なんでなんで。でもあれや、ちゃんと一個のことをちゃんと続けるってめっちゃ大切やと思うから、しんどくてもいちゃん、なんかな、未来な、なんでもな、あの続けることに意味があると思うねんな。めっちゃそう、続けることに意味があると思います。部屋の片付けが進まへん、それな、ミラコも。めっちゃあのコメントね、ありがたいことにいっぱい来てるので、あの皆さん何回も送ってください。この間インラインで恋愛の悩み相談したら男性と間違われてしまいました。あ、次ジヒーさん書きますね。まあけどインラインはあのね、分からへんねん、男性の方か女性の方かとか分からへん、全然分からへん。なんかアイコンとあれしかないから、うん、区別つかへんからね、気にしないで。うん、うん、いや、なんか深夜にインラインをもっとやってほしい。あ、この前のインライン怒られなかったですよ。まだ2時はセーフやったみたいですね。よし、あ、はい、書けました、ちひーさんです。でも夜中にインラインはあのね、眠くはないですね。にしろは9、次何の方書きます。あの夜中にインラインは金曜日の夜中か土曜日の夜中にしたいなと思ってて、なんかね、平日にしても皆さん寝てはるからね、そう、寝てはったら意味がないからね。でも夜中にインラインするメンバーなんか多いですよね。
はい、7箱開けた。推しにデレデレすぎてどうにかしたい。全然いいと思いますよ、推しにデレデレは。今日はちょっと書ける分だけ書いていこうと思います。あ、次かりんさんや。かりんさんはね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、次10。かりんさんはあの髪の毛がくるくるなかりんさんが好きなので。あ、もうごめんなさいね、メンバーさん、あの悪意はないんですよ、ほんまに悪意はないんです。よし、はい、かけた。なんかチキンラーメンみたいななっちゃった。チキンラーメンになりました。こんばんは。次貞治、貞治はなんだっけ、貞治なんだっけな、カピバラ人参なんだっけ、なんだっけ、アーノンがあれですね、顔してたっけ。貞治はね、あの髪の毛長いんですよね、からちょっと長く書いておきます。サダのサダの、あ、次ケイトです。あ、ちなみに、はい、これがサダハルでございます。次ケイト、うん、ケイトはねもう可愛いよ本当。かわいい。私はね今ケイトの、はい、あー、めっちゃうまく描けた。一番ケイトがうまかった、ね、あ、次渚さん、やっぱり 大尊敬してる渚さん。渚さんはあの、渚さんも髪の毛ウェーブ巻きが好きです。私はなのでちゃんと巻いていこうと思います。渚さんもねニコニコ笑顔なぎささん、うん、はい、なぎささんです。あの下ペロンってしときました。あ、今からじゃあ5分で何人かけるかちょっと検証しますね。今45秒やから56分から41分までにどんだけ何人かけるかちょっと検証しますね。ちゃんとコメントも読みながら何人かけるかチャレンジいきますよ。5、4、3、2、1、スタート。皆さん41分になったら、で忘れてたらお知らせください。次レイさん、レイさんはねポニーテールなんです。あとレイさんはね前髪がね綺麗なんですよね。前髪がフワーンって浮いてるんですよ。レイさんはもう可愛いですね本当。もうねレイさんほど私彼女にしたいメンバーランキング1位です。レイさんがマジで可愛いですよ。皆さんもあの可愛いって知ってると思うんですけど、あのねめっちゃ可愛いです。レイさん、はい、レイさんポニーテールです。レイさん潜在写真ポニーテールめっちゃ似合ってます。あ、次マリンや。マリンか、マリンはな、あのめじ、あのマリンはねすっぴんとよく顔が違うって言われるんですけど本当に違いますね。のすっぴんバージョン書いておきます。よし、すっぴんバージョン、すっぴんバージョンです。あのマリンはねあの寝てるんですよね、すっぴんの時は。あの顔が開いてない。あ、次シンシン、シンシンはもうパンダ書いとこう。はい、シンシン、シンシン書いておきました。あ、次コト様、コト様はねおしゃれ、コト様はね本当おしゃれなんですよ。あのね本当にコト様は気合が入れるときはハーフ団子って書いてあの言ってたのでハーフ団子を入れときます。コート様、はい、コト様でございます。次、あ、ミオさんじゃなくてユイナか、ユイナもおにぎりでいっか。
はい、ゆいな、その子の特徴に合ったものを私は描きたいんですよ。あ、次みおんさん。みおんさんはね、この頃髪の毛も染められて大人っぽくなっているプラス、先輩なので、しっかり描いていこうと思います。みおんさんはね、あのお目目がクリクリなんですよ、すごく。で、優しい顔をしてらっしゃいます。あー、めっちゃ、あー、でもちょっとなんか顔が、みおんさん、みおんさんです。よし、次また 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,19人。やっぱ全員かけるかな、これスペース。あ、次未来や。未来はもうね、特大に可愛く描くよ。リボンつけとこう。未来、未来、未来はちゃんとリボンもつけときました。次カレンタン。カレンタンはね、なんやろな、カレンタンか、カレンタンはピロピロ、ピロピロって何でしたっけ、ひらがな容器ですよね。それ怒られるんや、カタカナにしたら。ちょっと待って、消しゴムない、やば、カタカナ表記じゃないんですよね、あれですよね、ひらがな表記ですよね。ちゃんと覚えてますよ私は。そう、ひらがなやな、ひらがなやな、ちゃんと書き直します。それは全員入るか、それな、ちょっと細かく書いていかなくちゃ。ピロピロ、うん、ピロピロです。あ、待って、41分じゃない。あ、あと1人かける。マイティ、マイティ書く、マイティ書く、マイティ大人っぽい。マイティはザ・平山マイっていう顔にします。マイ、マイ、はい、マイかけた。待って、51分。未来は多分シンシンから描いた気がする。シンシンから描いた。 1,2,3,4,5,6,7 7人かけたっていうことはめっちゃすごくない？もう終わりで、終わる終わる。7人かけました。7人かけたね。7人もかけました、ありがとうございます。次、そう、文字で書いてみた。しおりさんはちょっとピンクのちゃんとあれ使います、ちゃんとペンを使わせていただきます。ピンクは、待って、鉛筆削り機ないからな。ちゃんとピンクの、今はね、しおりさん染め貼ってピンクなんですよ。なのでちゃんとピンクの髪色にさせていただきます。よし、もうね、しおりさんもね、髪の毛、じゃあしおり、しおんさん、あ、れいさんから、そっか、わ、めっちゃかけてる。いい感じ。あ、次ゆずちゃん。ゆずちゃんは水着とか描いとけばいいけど、いや先輩やから、しっかり描きます。ゆずちゃんはちゃんと大人っぽく描いときますね。ゆずちゃんはちょっとね、この頃おすましさんなんですよ。なのでおすましさん風に、ゆずさん、ゆずさんと描いときます。おすまし、おすましゆずさんです。あ、れいこちゃんはポニーテールにこの頃なったので、ポニーテールにしておきます。
レイコ、レイコです。はい、レイコちゃんです。最近髪染めるメンバー多い。どうやろう、分からへんな。待って、あと15、16人、あと16人や。どうやろうな、髪の毛染めるメンバー多いんかな。でもあれかな、分からへん。ミラコ、あ、次アンジちゃん。アンジちゃんこの頃髪の毛切りましたよね。でもなんかみんなさ、イメチェンしたくなってくるんかな。アンジュ、はい、アンジュちゃん。まあでもいいと思いますよ、染めるのは。すごく。次、しおりさん。なんかの染めるのどうなんですか、ファンの方からしたら。こうもう推しがこう染めるのって複雑なんですか。ああ、しおりさんどうですか、どうなんですか。似合ってれば OK って感じ。しおりさん、次ハーサ。ハーサは動物、あの豚飼いたいって言ったから豚飼いときます。ピック、豚飼いたいって言ってたからね。これはもうハーサの望み通りに。ハーサ、あ、似合ってれば OK なんか。やっぱね、あの皆さんはね、私たちを見守ってくださってるんです。あ、次ももねさん書きます。あ、ハーサちなみにこれです。ハーサね、小豚描いたいって言ってたんですよね。次ももねさん。ももねさんも桃を描きたいところですが、先輩なのでダメです。ちゃんとももねさんを描いておきますね。ももねさん、ポニーテールにしとく。ももねさん、ももねさん。次アミル。アミルは音符にしときます。アミルはね、歌がうまいんですよ、ほんと。アミル、アミル。お、子豚親戚買ってた。え、めっちゃいいやん。お、ミカニャン。次ミカニャンは美しいとか書いとけばいいかな。いや、でもちゃんとミカニャンを書いて書きます。山本さんも、いや、もうちょっとキラキラつけとこう。ミカな、ちょっとキラキラつけときました。美しいので。あ、浅尾桃子。あ、もっちゃんに桃を書けばいいんや。桃ってどうやって書くの。お、めっちゃいい感じ。ももか、こんばんは。もも、ももか、めっちゃいい感じよ。あ、次しおんちゃん。しおみま、ちゃんと固定ヘアを描こうと思います。しおの固定ヘアはね、ななほみたいな感じ。しおん、しおん。次コハタン。おお、ももめっちゃうまい。そんなももね、褒められてもちょっとなんか何とも言えないやん、それは。次はコハタンは、はい、酒かーめやつ。難しいコハタン。コハタン髪の毛長い、なんか優しい顔みたいな。コハル、おはる。次ジオン。ジオンといえばダンス、ダンス、ダンス書いとこう。ヘイヘイ、ダンス。ジオン、あ、ちょっと見せるの忘れてた。はい、コハタンにこれダンスしてるってこと。ジオンダンス。次ファリン。ファリンなしやったっけ。
あ、なんか砂はサラサラ、星はキラキラって出てますよね。はい、じゃあ砂と星を描きます。砂、星、星、ふわりんって書こう。ふわりん、うん、よし、書きました。次、アイピピでええかも。あー、いいか、アイピはね、自分のことピって呼んでるんですよ。だからピでいいや。あ、いいか、ピ、あ、いいか。わかにゃんは猫、猫、猫わかにゃんを描きます。わかにゃん、わかにゃんね、次フロンティア出てくれるんですよ。わかにゃん、にゃん、よし、わかにゃん、猫と人間一体化させてみた。あ、次ユナナ、ユナナはね、もう100点満点のスマイルですよ。この前の告白の空方法に出た時も面白かったです。みなさん、あの、ここってとか言ってめっちゃ面白かった。ユナ、ユナっていい名前やの、改めて聞くと。みさきちゃんはね、 ABCD って書いとこう。 ABC、 ABC、 みさき、みさき、 ABC、 みさき。お、次、和田美優、和田美優、まあ最後はちょっとちゃんと書いとこうか。和田美優さんはね、ちょっとぷっくり唇なので、美優書けた、全員書けた。和田美優書けた、案外書けたな。で、これ表格は表にしますね。よし、書けた、なんかすんなり書けたわ、えらい。これあのちゃんとツイッター載せるので、そこでじっくり見てください。早かった、早かった。名前何にしますか？ちょっと名前の案送っていただいていいですか、皆さん。うん、早かったな、ミラもこんな早く上げるとは思わへんかったで。だって決めてから1時間も経ってへんしな。はい、人間表シンプルでいいかな、なんか少なく見えるな。何しよっかな、マスコットキャラクターやろ。 NNB 図鑑いい、確かにいいな。うん、 NMB とか言っていいかな。 NNB 表にしますか。あ、 BMN 反対や。何しよっかな、表、あ、表ハッホー、ハッヒョウくんですとかダメかな。ハッヒョウくんです。ハは何から取ってるっていうと、ハ、何も取ってない、ハ、ハ、あ、ハ、ハ、ハッヒョウくん。あ、あ、どうかな皆さん、あの HA のハっていう曲あるじゃないですか。ハ、ハ、ヒョウダメ、ハッヒョウどうかな、ハッヒョウくん。これで未来さ、もう何も取れへんかったらさ、もう嫌よ。あ、これこれこれ、ハッヒョウ、ちょっと字汚すぎんな、雑に書きすぎた。ハッヒョウこれです。もう書き直したけど一緒やったわ、字。ハッヒョウくん、意味言う、それで
ダメダメ、先生ダメ言ったら。ハヒョウくん、いいですか？ハヒョウくん、ちょっと分かりにくい、分かりにくいか、分かりにくいかも、分かりにくいかもしれないですね。ハヒョウ、なるな。NNB 大好きくんとかでいいかな。NNB 大好きくんはどうかな、皆さんどうですか。 NNB 大好きくんでいっか、どうですか皆さん、 NNB 大好きくんってどう思いますか。あーちゃんがいい、やっぱり NNB 大好きちゃんがいいな、未来的には。あ、ひょうたん、あ、ひょうたんね、ひょうたんこんばんは。どうしよう、難しい。でもタンが、レナタンがいるから、なんかレナタン、まあ関係ないけど、未来のこだわりとしてはなんか、あ、そう、ひょう、ひょうって別れしたいな、確かに。ひょうや、ひょう、 NNB 大好きひょうくん、人の名前みたいになってくるな。ひょう、ひょう、ひょうびーとかどう。ひょう、え、ひょう、ひょうくんにしようか。あ、 NNB ひょうくんどうですか。 NNB ひょうくん、あおう。難しい、まさか名前決めるの、こんな、なんか、なんかね、ナンバヒョウくん、あ、いいねそれ。ナンバヒョウくんにしようかな。ナンバヒョウ、あ、ナンバヒョウ結構来てますね。何がいいですか、ヒョウつけて。ナンバヒョウ、あ、ナンバヒョウいいですね。ナンバヒョウ多い、ナンバヒョウ結構多いか、ナンバヒョウ、ヒョウ、ショウ、ナンバー表にしよう。じゃあ、じゃあそれにします。皆さんありがとうございます、送ってくださって。ナンバーで、ヒョウくんにしときます。よし、ナンバーヒョウくんの完成、イエーイ。皆さんありがとうございます、やってくださって、私の意味わからんやつにありがとうございます。皆さん、わ、ありがとうございます、パチパチって、ありがとうございます。ナンバーひょうくんでございます。皆さん、私が1位取れるように頑張って、応援してくださったら嬉しいなと思います。皆さんにできることは、いいね押すことと、リツイートしてくださる方です。あ、間違えた、ひょんって書いちゃった、間違えた、間違えた、ひょう、修正しました、しっかりと修正できました。ひょん、ひょん、ひょう、ひょうくんでございます。間違えました、ごめんなさい。あ、大変やったわ、メンバー書くこと。じゃあちょっとね、書けたので、もう一刻も早くツイートしたいのでランキング発表します。13位、誰だ、つかぼんさん、ありがとうございます。あ、つかぼんさん、ありがとうございます。12位、なかてるさん、ありがとうございます。11位、やまぴーさん、ありがとうございます。10位、ともさん、ありがとうございます。9位、ジャンクさん、ありがとうございます。8位、なべちゃんさん、ありがとうございます。7位、ひろしさん、ありがとうございます。6位、元気100倍シューシューさん、ありがとうございます。5位、ふまじめサラリーマンさん、ありがとうございます。4位、ちゃっぽんさん、ありがとうございます。3位、だいちゃんまるさん、ありがとうございます。2位、あきら 2% さん、ありがとうございます。そして、栄光の第1位は、ドゥルル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 ルめっちゃ揺れるな。そしてスペシャルギフトを送ってくださった方、
あきら 2% さん、ありがとうございます。大阪のひろじだよさん、ありがとうございます。ヤマピーさん、ありがとうございます。大地山丸さん、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんちょっと一刻も早くツイートしてきますね。皆さん今日もねお越しください、ありがとうございました。皆さんのおかげでナンバヒョウくんが完成いたしました。ありがとうございます。今から私は即座にツイートしてくるので皆さんよろしくお願いします。じゃあね皆さん、完成ですよこれは。ありがとうございました。とりあえずツイートしてきます。バイバイ、フォロー待ってます。